もしもし、私です。雪代真代です。このようなお話を知っていますでしょうか。かつて、電話というものが日本に伝わったとき、ある営業マンが電話を使って多くの商品を売り上げることに成功しました。知ったばかりの技術を完全に使いこなしたその営業に上司は尋ねました。どうしてそのような先見の明があったのかと。営業マンはそれに名前を聞いた時から分かっていたと答えました。電話でするのです。宣伝は。